皆さんこんにちは、レガテドリブル塾拓也です。今日は一人でもできるドリブル練習を紹介していきたいと思います。お家の近くのちょっとしたスペースとか、もし自宅にこれぐらい大きいスペースがあれば自宅でもできる内容になってます。このトレーニングでは細かいタッチとか、タッチの強さの調整力、素早い体重移動とかを磨いていきます。1日10分ぐらいでできる内容になってるので、ぜひ参考にしながらやってみてください。1つ目のトレーニングは片足ワンタッチドリブルです。このトレーニングではワンタッチずつボールをタッチして、マーカーとマーカーの間をジグザグで抜けていきます。ワンタッチの力加減をうまく調整しながら、次自分がボールをタッチしやすいところに常に置き続けることを意識して取り組んでみましょう。でコツとしては、この1回のタッチの時にここが大きくなりすぎると、次のタッチでマーカーの間を通ることが難しくなるので、ここのタッチをなるべく大きくなりすぎないように、ワンタッチワンタッチをしっかり調整しながらやってみてください。次のトレーニングは片足小刻みドリブルです。このトレーニングではさっきワンタッチずつやったボールタッチとは違って、今度は逆になるべく細かくボールを触るようにします。2タッチか3タッチぐらいでこうやって間を抜けていくような感じで、細かく触るように意識してやってみてください。でポイントとしては、タッチをしながらも一緒に細かくステップも踏むことが大事です。ボールタッチの細かさっていうのは、このステップの細かさにも比例してくるので、しっかりステップも細かく踏むことを意識してやってみてください。続いてのトレーニングはアウトサイドワンタッチドリブルです。さっきやった片足でのこうやってワンタッチでやるドリブルと同じように、今度はこれを両足のアウトサイドを使って行います。ワンタッチのみを繰り返しながら、ジグザグでマーカーの間を抜けていきます。でコツとしては、これもさっきの片足ワンタッチドリブルと同じように、ワンタッチの力加減が大切だということと、またアウトサイドのワンタッチのドリブルはこの体重移動も必要になってくるので、タッチした後の体重移動、タッチした後の体重移動も意識しながらやってみてください。続いてのトレーニングはインアウトドリブルです。このトレーニングでは今度は両足かつインサイドアウトサイドを使ったドリブルタッチで、細かくボールタッチしながらジグザグで抜けていくトレーニングです。でポイントとなってくるのは、タッチとタッチの間の時間をなるべく短くするということです。こうやってアウトサイドでもし1回触ったら、インサイドをすぐ触る、アウトサイドインサイドアウトサイドインサイドっていう風に、なるべくこのタッチの間の時間を短くします。もうすぐに本当にアウトで触ったらすぐイン、アウトで触ったらインって感じで、細かく触っていくようなイメージでやるようにしてください。最後のトレーニングは片足ジグザグドリブルです。さっきまっすぐ並んでたマーカーの並びとは違って、今度はこんな感じでジグザグにマーカーを設置します。一つ飛ばしでマーカーをずらして、こうやってジグザグにしてください。ここでは片足で細かくジグザグでマーカーの間を抜けていくんですけど、さっきと違ってもう少しさらにボールタッチを増やす感じで、細かくボールタッチを刻みます。大体3タッチから4タッチぐらいで細かくボールをタッチしながら進んでいってください。でポイントとしては、さっきのまっすぐ並んでた並びとは違って、今度は少し幅もできるので、ここでボールをタッチしながら、今度はターンの要素も加わります。こうやってボールタッチしてターン、ボールタッチしてターンっていう感じで、ターンの要素も加わってくるので、細かいタッチを繰り返しながらターンをするっていうようなイメージでやってみてください。以上が今回僕が紹介したマーカーを使ったドリブル練習5つでした。自宅でできるんだったら自宅でやってもいいし、近所のちょっとしたスペースとかでもできる内容になってると思うので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。という感じで今日の動画はこれで以上になります。今日もしこの動画が良かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこちらの方からチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.